大谷翔平投手が深夜になって突如新妻の存在を世界に公表したその驚きの投稿からわずか数十分後公式ソーシャルメディアによって妻との2ショット写真が公開され大谷翔平と彼の妻という説明とともにファンを驚かせたこれにより大谷翔平の私生活に関心を寄せるファンたちは彼の新たな一面を発見し 熱狂的な議論が巻き起こった投稿された写真に写る女性は身長が1 9 3センチの大谷翔平よりも約1 5センチほど低く黒髪のストレートヘアが印象的だ彼女は細身のチェーンネックレスと小ぶりのピアスを身につけ指輪をしていない左手がはっきりと写っている彼女の服装は大谷と同じくウェアに黒の短期トップを合わせ ニーカースのカを履いていてるそのシンプルでありながらも洗練されたスタイルは大谷とのバランスをとりながら彼女自身の個性を際立たせている大谷翔平はこの投稿が日本時間の午前1時ごろに行われたと見られており彼の所属するロサンゼルスドジャースはアリゾナ州でのキャンプを終え韓国での開幕シリーズに向かう直前の時期だった 彼の結婚会見では妻について「至って普通の人」と簡潔に語っていたがこの投稿によってその姿が世に知られることとなったその瞬間から日本中の SNS は大盛り上がりとなった特に X のトレンドでは「大谷さん大谷の奥さん奥さん公開」などが急上昇しワードがトレンド入りした ファンたちは彼女の容姿について熱心に議論し、奥さん、お母さんに似てる。こんなけい、ポップアイドルみたいな奥さんをどうやって隠していたのなどのコメントが飛び交った。彼らは、大谷と妻の美しいカップルぶりや、二人のルぎ辞典について熱心に語り合った。大谷翔平は、野球界において類稀な才能を持つだけでなく、 私生活ににおいいててももファンたちに新たたち新な興奮をもたらしている彼の新妻の存在が公になったことでますます彼の人気と注目度は高まり今後の彼の活躍や私生活に対するファンの期待も一層高まることだろう。